はい、朝ドラ大好き、まこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は舞い上がれの予告の予告ということで、かなり先のことまで分かってきております。次週から第12週が放送されるわけですが、こちらの予告をご視聴いただいてから、見ていただければより分かりやすくなっていると思います。それでは一足先に第13週から、第15週で起きる出来事をブログ記事朝ドラプラスおよびドラマ情報館を引用し、さらに私なりの予測も加えながらざっくりと紹介していきたいと思います。物語は思わぬ方向へと展開していくようですね。はい、それではよろしくお願いします。はい、多くの視聴者の方が思われていると思いますが、パイロットになる夢を叶え、パートナーとも出会えたヒロイン舞。この先3ヶ月ちょっとありますが、一体何を描いていくのか非常に疑問に思われた方多いと思われます。はい、私もそうでした。どうやら起承転結の天の部分を描いていくことになるようですね。はい、ここからはネタバレを含みますので、その点だけご注意ください。はい、それでは第13週ですね、第61話から第65話の予告を紹介していきます。はい、第13週のタイトルは向かい風の中でとなっております。舞が五島で暮らしている間に父浩太が倒れて救急車で搬送されていくようです。コータはリーマンショックで経営がうまくいかずに心労から倒れたようですね。めぐみから連絡を受けた舞は五島からすぐ東大阪に帰るようです。コータが入院した先は偶然くるみが看護師として働く病院のようですね。舞は早速くるみに父コータの病状を聞くようですね。くるみは舞の父コータが運ばれたことに驚いた様子です。しかし命に別状のあるようなことはない、心労から来た異界用であることを舞に話して聞かせるようです。舞は実家に帰って母めぐみに会社の状況を尋ねるようですね。するとめぐみはリーマンショックがあってから仕事が急激に減り、社員の給料の支払いもあって、コータがストレスを抱えていたことを前に話すようです。会社はまだしばらくは大丈夫ですが、この状況が続くと倒産するかもしれないと前に漏らすようです。そこへコータが倒れたことを聞き、兄ハルトが帰ってきます。父の病状を尋ねるハルトに舞は異界用だから命に別状はないことを説明します。翌日ハルトはコータと話をするため病院に行き、そこでハルトはコータに工場を閉めた方がいいのではと提案するようですね。舞は兄の発言に何でそんなことを言うのと反論するようです。そしてコータはハルトに工場は閉めない、続けると宣言するようです。ハルトはそれなら潰れるだけやでと納得できない様子です。おそらくハルトは投資家の視点で間違ったことは言っていないと思うんですね。しかし汗水垂らして工場を大きくしてきたコータにしてみるとですね、まだ続けたいという心情もまた理解できるのではないでしょうか。はい、それでは第14週ですね、第66話から第70話の予告を紹介していきます。はい、第14週のタイトルは父の背中となっています。異界用で入院していたコータが退院できるようですね。そして久しぶりに4人が揃って家族団らんの時間を過ごすようです。しかしハルトがまた会社のことをどうするのかという話をしだして、コータと対立してしまうようです。ハルトは工場を売却して借金を返済することを
コータに提案しますが、そのことでコータとハルトは激しい口論となるようですね。工場を売却することにこだわるハルトに対してマイは訴えかけるようですね。工場をここまで拡張するのに父コータがどれほど努力を積み重ねてきたのか知ってほしいと訴えかけます。そして工場の立て直しに協力してほしいともマイはハルトに頼むようですね。工場の立て直しをマイから求められたハルトはマイの頼みを一蹴するようですね。ハルトは前に自分がパイロットになって実家を出ていた後、工場をどうするつもりなのかと逆に前に問い詰めるようです。目先のことばかり考えた親切は無責任だとも、ハルトは前に告げ前を突き放すようですね。どうなんですかね、ハルトのこれまで投資家として稼いだ資金を投入したとしてもリターンが低いとハルトは考えているのか、そもそも工場の再建資金はハルトが持っている資金とは桁が違っているのかもしれないですね。しかし以前ですね、ハルトが送ってきた謎の贈り物、一体何なんでしょうかね。はい、それでは最後に第15週ですね、第71話から第75話の予告を紹介して終わりたいと思います。はい、第15週のタイトルは決断の時となっています。祖母翔子が五島に滞在していた高志と共に東大阪の舞たちの実家にやってくるようですね。翔子が岩倉家にやってきた時、ハルトは相変わらず工場の売却を舞と恵に対して主張し続けているようです。ハルトの提案は現実的であるがゆえに恵は迷いに迷っている様子のようです。バラバラになった岩倉家の家族の心を翔子は一つにしようと心を砕くようですね。ところでハルトと翔子は初対面ですよね。ハルトと翔子の初対面でそれぞれどのような印象を持つのか、その辺も興味深いですね。そんなある日、融資を受けていた信用金庫の担当者がめぐみの元を訪ねてくるようです。その信用金庫の担当者は窮地に陥った工場を畳む計画をめぐみに提示するようです。バンカーから見ても投資家のハルトが主張する意見が現実的で妥当なようですね。しかしその次の週ですね、第16週のタイトルは母と私の挑戦となっています。舞は実家の工場を立て直すことに母めぐみと奮闘していくようですね。はい、ということで舞は旅客機のパイロットになる夢は諦めるということなんでしょうか。そして柏木の名前が全く予告では上がってきていませんが、破局してしまっているのでしょうか。はい、ということで第13週から第15週では父コータが倒れたことでコータの工場が窮地に立たされていることをマイは知ることになります。ハルトは工場を売却すべきだと主張する中、コータは反論します。しかし信用金庫の融資担当者からも工場を畳む選択肢を提案されます。しかし第16週ではマイとめぐみが工場の存続をかけた奮闘記が描かれていくようですね。ドラマは起承転結の天の部分を描いているようですね。マイはパイロットになる夢を諦めて工場再建に向けて取り組んでいくのでしょうか。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。